東洋人のあるグループがフランスのデパートで買い物をしています。ブランド品をたくさん身にまとって現れたのは日本人観光客です。周りの目を気にもせず大声で騒いだり、陳列されたものにむやみに触れたりしています。今までテレビで見ていた日本人は全部嘘だったと販売員は興奮していました。一体どんなお便りなのか見てみましょう。こんにちは。私はフランスに住んでいるジャンヌです。ある日、退勤した父はどこか気分が悪いように見えました。父はデパートで服と靴を売るブランドのマネージャーとして働いています。たまに父の話を聞くと、本当に世の中にはいろんな人がいるんだなと思います。その中には面白い人も多くて、私の家族はいつも父のお客さんの話に耳を傾けたりします。ところが父の表情が特に悪い日は、クレーマー客のせいで大変だったという意味です。おそらく食事の時間に話してくれるので、私たちはどんなお客さんが父を怒らせたのか話に耳を傾けました。ところで父が話したのは意外にも日本人のお客さんでした。意外という理由は、私の知っている日本人には見られない行動だったからです。父の話では、出勤して売り場を整理していたら、デパートが開店した途端駆け込んできたお客さんがいたそうです。入ってすぐに昨日買った靴が合わないから変えてほしいと靴を取り出したそうなんですが、靴底を見ると昨日一日中履いていたのか土で汚れていたそうです。おそらく昨日履いた靴をどういうわけか交換しに来たのでしょう。履いたものは交換できないといくら言っても無駄で、1時間以上言い争いをしたそうです。結局そのお客さんは靴を投げつけ、陳列されていた他の靴を傷つけてそのまま行ってしまったそうです。そのことで一日中仕事に力が入らず気分が悪いと言い、結局夕食も食べませんでした。本当に普通の日本人とは違う、かなり珍しいお客さんに会ったのだと思いました。実は私と妹は最近日本にハマっています。可愛い漫画のキャラクターが好きで日本に関心を持っていましたが、今は日本映画にハマっています。日本映画は穏やかで感動的です。それに映画やドラマに出てくる男性主人公はとても素敵です。フランスの男性はいつも行動が大げさで見えっ張りです。また簡単に女性に向かって口笛を吹き、キャットコーリングをしたりもします。だから海外ではフランス人男性の告白が軽く感じられたりもします。ある時は建物に入る時に私のすぐ後ろに男性がついてきたので、無意識にドアを押さえてあげたことがあります。彼はありがとうと言いながら何気なく私のお尻を一度揉んでいったのです。あまりにも驚いてしばらく立ち止まって彼を探しましたが、すでに人混みの中に入った彼を見つけることはできませんでした。私はこんなフランス人男性を嫌というほど見てきました。しかし日本映画の日本人男性を見たら、日本人男性は明らかにフランス人男性とは違いました。日本の男性は大げさではないのに優しくて、女性をむやみに扱わないんですよ。私は映画だけを見て日本人男性に夢中になったわけではありません。うちの学校にも交換留学生として来た日本人が結構いるんですが、男女を問わず日本人は皆親切でした。そしていつも礼儀正しい話し方と行動で、すでに学校内でも有名です。人に迷惑を与えることを極度に嫌う日本人の特徴は本当に魅力的でもありました。もちろん私が見る映画の男性主人公と外見は違いますが、性格は特に違いがありませんでした。私の妹もやはり日本の男性俳優にハマってからは、私に映画の話より俳優の話をたくさんしています。とにかく私たちは毎晩日本のドラマや映画などを見たりしていました。ある日、父が退勤後、私たちが見ているドラマをじっと見て、急に後ろで文句を言うんです。本当にありえないね。あんなに最初から最後まで嘘をつくなんて、今まであんな日本人は見たこともないと興奮していました。そして急に今まで言わなかった話をし始めました。日本人がどれだけ見栄を張っているか知ってる？彼らは売り場に入ってくると店員を召使いのように使い、自分たちはお金をたくさん使うからとやりたいように行動する人たちだ。マネキンが着ている服を何も言わずに脱がしたり、ディスプレイされている靴も
勝手に取り出して履いて、そのままその場に置いていくんだよ。試着室で着替えて、服をしわくちゃしたまま置いて出てくることも多い。いつも自分たちが持っているブランド品を自慢げに見せたりするが、正直全然羨ましくもないし、上品にも見えない。グループ同士で大声で笑って、めちゃくちゃおしゃべりして騒いでいる時は、ただ早くあの人たちが帰ってほしいという考えでいっぱいになる。そういう人たちを一日中相手して疲れた状況で、家に帰って、今あの日本の俳優の演技を見ていると、とても腹が立つと話し、部屋に入っていきました。私は父の部屋に入り、先ほどの話を持ち出しました。お父さんが見た人たちは、日本人ではなく、中国人だと思います。最近、海外で中国人が日本人のふりをしていると、ニュースを見ました。私たちの学校にも、日本人がたくさんいますが、彼らがブランド品を持ち歩いているのを、一度も見たことがありません。そして、今お父さんが言った行動は、すべて日本人の行動ではありません。と、父に日本人について説明しました。それでも、父は信じてくれませんでした。自分で日本人だと言っているのに、なんで嘘なの？他国で自分の国を悪く言うなんて、とんでもないことをする人たちだと言いました。でも、父の話を聞くと、急に悔しい気持ちになりました。日本人たちは、絶対そんな人たちじゃないのに、父が誤解して、あんなに怒っているのを見ると、イライラするんです。それで、今回の家族旅行で日本に行こうと、父を説得し始めました。うちの家族は、3年に一度、海外旅行に行きます。妹と私は日本に行きたかったのですが、父が嫌がると思って、言い出せなかったんです。ただ、両親が選ぶところに、何も言わずについて行こうと思ったのですが、やっぱり日本に行こうと、妹と一緒に提案することにしました。最初は当然、父がとても反対しました。日本人のせいで受けたストレスを、日本に行って癒すなんて、とんでもないことだと、父は、日本人は無知で、礼儀も知らない未開の人たちなので、言葉が通じないと言いました。だから日本という国も、やはり汚くて、うるさくて、ぼったくりされる開発途上国であることは明らかだと言いました。いくらドラマでよく見せようとしていても、実際の日本人を見れば、わかると言いました。公衆道徳というものはない人たちだから、きっと空港から汚れていて、気分が悪いだろうと、強く反対されました。しかし、結局妹の切実な頼みに、父も折れてしまいました。旅行に行く日まで、行って後悔するなと言い、私たちは、静かにお父さんこそ後悔しないでねと微笑みました。日本に旅行に行く前に、日本の友達に父が好きそうなところや、食べ物を勧められました。その友達は、心から父と私の旅行を応援してくれました。父の誤解を、必ず解いてほしいということでした。そうして私の家族は、日本に着きました。父は、空港について驚いていました。大きくて綺麗な空港は、あまりにも発展していた姿だったからです。自分が想像していた姿とは、あまりにも違って当惑していた父は、日本人が入国審査をするために並んでいる姿を見て、不思議に思っていました。これまで父が見てきた姿ではなかったんです。彼らは静かに順番を待っていて、誰も大声で叫んだり、騒いだりする人はいませんでした。私たちは、受託荷物を受け取り、簡単にドーナツとコーヒーを楽しんで、宿に行くことにしました。ドーナツとコーヒーは、父もよく知っているメニューなので、私たちに座っていろと言って、注文をするために、カウンターへ行きました。しかし戻ってきて、私に注文をしろと言うんです。私がなぜかと聞くと、ここでは店員に直接注文せずに、機械で注文をすると言い、父はできないと言ったんです。私はそうだろうなと思いました。フランスでもそうだったんです。年配の人たちは、新しいものができると、よくわからない、使いにくいと言い、いつも私が代わりにしていました。そうやって、簡単に食事を済まして、私たちはタクシーに乗って宿に向かいました。父は、空港から宿までの間、窓の外から目を離すことができませんでした。高いビルと、よく舗装された道路を見て、びっくりしていました。それは私たちも同じでした。まず、フランスには、こんなに綺麗な街がないんですよ。歩道もデコボコで、歩く時につまずくことも多いです。また、ホームレスや酒によってふらつく人が多いですが、日本の道路には、そういう人がいないんです。
道路も歩道も綺麗で、路上で横たわっているホームレスは、一人も見かけなくて不思議でした。父が一番驚いたのは、すべての車が、信号を守って、停止線の内側で、ちゃんと待っている姿でした。日本人って、こんなに信号をよく守るの？という表情で見ていました。そうして私たちは宿に到着しました。ホテルのスタッフの親切な案内を受けて、部屋に入ってきた父は、日本人も仕事をするときは、親切なんだなと、独り言を言ったりもしました。父は、サービス業をしているので、スタッフの言葉と、行動一つ一つに敏感なんです。父がそう言ったときは、サービスに完全に満足していたことを意味します。ところが、部屋に入ってあちこち見て回った父は、急にベッドに座って、首を振るんです。私はびっくりして、部屋のどこに問題があるのかと尋ねました。すると父は、私は全然わからない。日本に到着して、今まで見たすべての人が、今まで私が知っていた日本人の姿とは、全く違ったんだ。彼らは、自国にいたら、こうなのかな。それとも、本当に君の言う通りに、中国人が日本人のふりをしているのか、とても混乱している。そして、日本という国がこんなに発展した国だということも、びっくりだよ。すべてが私の想像以上で、何が何だかよくわからない。私たち姉妹は、大笑いして何を混乱しているの？ただ楽しく過ごして、お父さんが見た通りに、感じればいいんですと話しました。長いフライトで疲れた私たちは、眠りにつき、翌日遅く起きました。ホテルの近くの有名なバイキングで、ランチメニューを食べることにしたんです。確かに、おすすめしてもらった場所だけあって、満足しました。特に新鮮な寿司や、カニなどの魚を使った海鮮料理が、とても美味しかったです。父は、フランスに出発する前に、ここに必ずもう一度来たいほど、美味しいと言いました。食べ終わり、父が会計をしている間、私たちはトイレに行きました。しかし、父は私たちが座っていた席に、また座っていたんです。なんで外に出ないの？と聞くと、ここも機械になっていると言ってました。私は笑って一緒に会計をしました。不思議なことに、父の表情があまり良くなかったんです。近くのカフェで、お茶を飲んでいる間も、ずっと気分が悪いようで、私は何かあったのかと尋ねました。すると、父はとても悲しい表情で答えました。一体日本はどんな国なのかわからない。会計をしに行ってみたら、機械だったんだ。だから、次の人に譲ったら、次の人は、私より10歳以上年上に見えるおばあちゃんなの？びっくりして、おばあちゃんがすごいと思ったんだ。そして、席に戻って、君たちを待ちながら見たら、私より年上の人たちが、会議会を利用して、遠慮なく注文をしていたんだ。それにカードではなく、スマホで決済をするお年寄りも多かった。私は挑戦する気にもならないのに、日本人は当たり前のように、自然に機械を利用するんだ。その瞬間、私は未来世界にワープした原始人のような感じがしたと話していました。おそらく、すごく衝撃を受けたんだと思います。父は、日本のドラマを見ている私たちに、あんなに年取った人が、スマホを使いこなすなんて、ありえないと言っていたんですよ。ああいう無理やりな設定のシーンを入れ、SF 映画のように演出したいんだろうと。ところが日本に到着してみると、映画やドラマよりもインフラが整っており、父よりずっと年上のお年寄りまで最先端の機械の操作に長けていることが分かったので、当然驚いたと思います。しかし、その驚きはこれからが始まりでした。私たちはプレゼントを買うためにデパートに行くことにしました。日本の友達に勧められて、地下鉄に乗っていくことにしました。父は外国で地下鉄に乗るのかと反対しました。汚くて不便で嫌だからだそうです。しかし、父はもう一度驚いていました。地下鉄の駅はとても綺麗でした。父の言う通り、空想映画に出てきそうな姿でした。まず、フランスでは地下鉄の駅は匂いがひどくて、汚物も多いんです。だから、ネズミもよく見かけますし、片隅にはいつもホームレスが座っていたりもします。ある時は、ホームレスが線路に小便をする姿も見たことがあります。
そんな地下鉄のことを想像して、日本の地下鉄に乗ったら、本当に天国のようでした。さらに、地下鉄が、到着予想時間にぴったり合わせてくるとは驚きです。日本に到着して、すべてが驚きの連続でした。私たちは、デパートに直結する駅に無事に到着し、ショッピングをしていました。急に父が私の腕を引っ張りながら、あそこを見ろと指さしたんです。そこには華やかなブランド品を身にまとった3人のお客さんがいました。遠くから彼らの声が聞こえ始めて、すぐデパートから去っていくような大きな笑い声もしたんです。それから衣類売り場に入ると服をむやみに触って勝手に羽織っているんです。近くに行ってみると、彼らは中国語を話している中国人でした。父は売り場に来ていた日本人も、あの人たちと全く同じだったと言うんです。それから父は、彼らが本当に中国人だったことを知りました。その中国人たちは、海外での中国人のイメージが、汚くて不潔で、迷惑な中国というニックネームで呼ばれることを知っていたのです。それで、出身国を偽装して、旅行を楽しんでいたのです。父は呆れながらも、私の言うことを信じず、日本人だと疑っていた自分が恥ずかしいと告白しました。実際に日本に来てみたら、私が言っていた日本人たちが、正しかったと言いながらですね。父は、日本人は他人に迷惑をかけない民族であることを知りました。地下鉄に乗ってくる時も、隣の人の邪魔にならないように、両足を揃えて座って、大声を出す人がいないということを感じました。また、日本の人たちを見ると、秩序をよく守って、ゴミを捨てないなど、基本ルールを守ることが、体に習慣のように染み込んでいるようだった。そのような姿を見ると、日本は先進国にならざるを得ないという気もした。そのように、基本を守りながら、最先端の国に発展して、本当に驚きだ。と、完全に日本にはまったみたいです。父は、早く職場の同僚たちの誤解を解いてあげたいそうです。まるで私がそうだったかのように、実際の日本人を知ってから、中国人と誤解されて、悪口を言われる姿が、とても悔しいと言いました。父まで日本にはまった日本旅行は、とても幸せで楽しかったです。今日の私の話は、ここまでです。ありがとうございました。